It was on August 30th, 1945, when General Douglas MacArthur, the Supreme Allied Commander, landed at Naval Air Facility Atsugi. As soon as he arrived, he got in a car and told the driver to go to the Hotel New Grand, Yokohama. After arriving at the hotel, he utilized room 315, overlooking Yokohama Bay, as his temporary quarters for 3 days. ちょうどここにおりまして、マッカーサーを出迎えたわけです。で、おそらく日本人の民間人の夫婦でマッカーサーと話をした第一号じゃないかと思うんですね。で、その時に、多分アイゲルバーガー中将のアドバイスもあったのかもしれないんですが、何か困ったことがあればマッカーサー元帥に話したらいいだろうというアドバイスがあったと見えまして、ともかく日本を占領するには今食料が大変みんな困っているので、もしそういうことを考えてもらえるならば占領がうまくいくだろうというような話をしたようでございます。で、その後、横浜の港に大量の食料が届けられて、それが戦後の食料に困っている日本の人たちに配られたということを聞いております。The hotel was his favorite destination in Japan before and after the war. And because of this distinction, many well-known dishes and beverages were introduced at the New Grand's restaurant and bar, and continue to be offered today. チャップスパゲティはですね、第二次世界大戦後、当ホテルが接収された頃にですね、アメリカ軍が持ち込んだものにケチャップとスパゲティがございまして、それを彼らは茹で上げたスパゲティに塩コショウして、ケチャップでシンプルに食べた軍用食ですね、ございます。そして現在、当ホテルがお出ししているスパゲティナポリタンは、その軍用食として食べていた米軍を、その当時当ホテルの2代目料理長入江重忠がもう一工夫して、きちんとしたスパゲティナポリタンを作りたいということで、本格的なイタリア風のトマトソースで入ったのが始まりでございます。現在当方で出しているスパゲティナポリタンにはハムやマッシュルームといったものが入っておりまして、軍用食で食べたスパゲティはただ調味料であるケチャップであえていたというところがちょっと違うところですね、はい。1945年から1952年まで、7年間アメリカの陸軍の将校の宿舎になっておりましたんで、100名以上泊まってたと思います。祖父と祖母はこの下の202番っていう部屋にずっと置いてもらってたもんですから、そこに住んでたおかげでマッカーサーと会うことができたわけです。で、私の一番の印象は7月4日の独立記念日にですね、横浜の花火っていうのはそのアメリカの独立記念日が発祥なんです。それでこの山下公園の沖にですね、花火を打ち上げて、アメリカの祭りなんですが、横浜市民はそれで、横浜花火っていうことをことに年配の方はよく記憶してるんですね。で、私もここで初めてその花火を間近に、見たんですけれども、あまりの音の大きさにですね、びっくりしちゃいまして、なんか寒気がしたのを覚えております。で、そこで出されたアイスティーの味がですね、こんな美味しいものがあるかと思ったのを記憶しています。このニューグランド風マティーニが生まれた経緯ですが、マッカーサー元帥が終戦後にニューグランドに滞在された際にですね、マティーニをご提供する機会がありました。通常マティーニというのはこちらのジンとドライベルモットを使用して作るカクテルなんですが、当時のニューグランドにはこのドライベルモットが、なかなか手に入らなくて、致し方なくこちらのジンとこちらのドライシェリーをミックスさせてマティーニをお作りしてマッカーサーにご提供したと伝えが残っております。そしてベルモットとドライシェリーというのは非常に原料もブドウでして、非常に似たような感じのお味になりますので、非常に喜ばれたというお話が残っております。当時ですね、マティーニを作る際にこのバースプーンというものでミックスするんですけれども、当時その米軍がですね、
ニューグランドに置いていった持ち込んだですねバースプーンというのがこちらに残っております。やっぱり匂いですね、アメリカの匂いこれ一種特有のね、日本にない匂い、何の匂いかわからないんですが、それが私が1965年ぐらいに初めてアメリカに参した時に、ホテル のセミナーがあって、その一員として参りまして、アメリカのホテルの厨房に入りましたらですね、私が戦後初めて匂いにしたその同じ匂いがしたんで、あ、これがアメリカの匂いだなっていうことを感じました。はい、実はマッカサーが亡くなった時にちょうど祖父が94歳でございました。で、日本経済新聞のインタビュー記事によりますと、大変紳士的な人で、日本人に対しても非常に愛情を持って接した人だという、大変偉かった人だよということをその新聞に書いておりました。 This year marks the hotel's 85th anniversary since the hotel was re-established in 1927 as a symbol of recovery from the Great Kanto earthquake. Many things have changed since then, including MacArthur's room, but the memories and the history remain.